こんにちは、ゆるセミです。今回の動画は、セミリタイアを目指す上で参考になる15冊ということでね、本をね、ご紹介していきたいなと思います。ではね、早速といきたいところなんですけど、まずね、本動画についてお話ししていきたいと思います。今回はですね、分野ごとに各2冊と、Kindle Unlimited の無料本1冊、合計3冊を5分野ということで15冊ね、ご紹介していきたいと思います。僕自身がね、読んだ本のみのご紹介ということになりますので、まあ、少しね、偏りとかそういったものがあるかもしれませんけど、そこはね、ご了承いただければと思います。各5分野ということなんですけども、それはね、ファイヤー系、お金系、節約系、投資系、セミリタイア、お悩み系ということで分けています。まあ、勝手に僕がね、分けただけなので、まあ、そういった感じで聞いてもらえればと思います。もしね、気になる本があればね、ぜひ読んでもらえればと思います。ではね、早速行きましょう。まずね、ファイヤー系ということでご紹介していきます。まずね、左側の方がファイヤー最強の早期リタイア術ということで、ファイヤーのね、結構有名な本になります。で、こちらの本ですね、非常に読みやすくておすすめになります。ファイヤーに関する知識、支出を抑えるとか、投資をするとか、収入をアップするとか、まあそういったことがね、結構わかりやすく簡単に書いてあるので、まあこちらの本1冊目はですね、大体ファイヤーとは何かっていうのがね、わかるのかなと思います。で、真ん中がですね、お金か人生かという本になりますけど、こちらがですね、ファイヤーの元祖本と言われる本になりまして、この本からですね、ファイヤーが生まれたんだというふうに言われております。で、こちらの本はですね、給料がなくても豊かになれる9ステップという本になってまして、まあ9ステップね、順番にやっていくと、まあ支出も減っていって、投資とかもできるようになってるよっていう形の本になっています。まあ個人的にはですね、左側の最強の早期リタイア術の方がね、まあ、読みやすくてわかりやすかったなっていうような印象があります。ただ、まあどうやってね、やっていったらわからないという方に関しては、この真ん中のね、お金か人生かって本に書いてあるワークっていうのをね、1個ずつやってもらうといいんじゃなかろうかと思います。ではですね、Kindle Unlimited で0円の本をご紹介するんですが、それがね、こちらになります。Playing with Fire ということで、Fire を目指す最強の人生向上術という形になります。まあ、こちらの本はですね、左側2つのですね、本がね、どちらかというとテクニックに寄り気味な本だったのに対して、こちらの本はですね、まあ、ドキュメンタリーっぽい感じのね、ご夫婦がですね、ファイヤーを目指していく過程というか、その記録をですね、本にしたというようなものになっていますので、まあ、実際、ファイヤーに関する知識とかは左の2冊の方の本で、まあ、得ていただいて、で、実際ね、ファイヤーを目指してる人ってどんな感じで目指してるのかなっていうのが気になる方に関しては、この右側の本を読んでもらえるといいのかなというふうに思います。ではね、次お金系ということでいきます。左側がね、お金の大学ということで、まあ、YouTuber である両学長のね、出された本ということでね、結構ほとんどの方は知ってるんじゃなかろうかと思います。まあ、こちらの本に関してはですね、お金のことに関してね、結構網羅的に書いてありますので、この本がね、一冊あれば大体のことはなんとかなるよという形になっています。ただね、一読して全て覚えるっていうのはね、まず不可能というところなんで、まあ、この本をね、まあ、とりあえず一読して、そしてね、手元に置いておいて、何かね、お金のことで困った時、わからないことがあった時にこの本をまた開くというようなね、なんというか、辞書的な使い方、そういった形の方がね、いいのかなというふうにも思います。まあね、なかなかね、そういった文字の追うのはきついけど、でもやっぱりお金のこととかちゃんと知っときたいっていう方に関しては、この真ん中のね、漫画、バビロン大富豪の教えというのがね、おすすめかなというふうに思います。こちらの方はですね、漫画で書いてあるので、結構ね、分厚く見えるんですけど、さっというふうに読めてしまいます。しかもですね、まあ、書かれてあることもそんなに、ね、複雑ではなくて、5つの黄金法則と書いてある通り、まあ、5つの、ね、法則、まあ、後から、ね、10個新しくまた出てくるんですけど、まあ、その法則を、ね、まあ、覚えて、ね、実践していけばお金に関して困ることは、ね、ほとんどなくなってくるよという形の本になってきます。ですから、まあ、真ん中の方は、ね、シンプルイズベストな本になってくるのかなという形になってます。いや今回ご紹介する、ね、Kindle Unlimited で0円の本なんですけども、それはこちらですね、本田清六さんという方が書かれている私の財産告白という本になっています。この本はですね、この本田清六さんという方が、まあ、伝説の億万長者ということで、まあ、一代でね、財をなされた方になっているんですけども、その方がね、どのような考え方で、まあ、お金に対して、もしくは人生に対して向き合って生きてこられたのかっていうことがね、書かれている本になります。ですから、そういった実際にね、財をなされた方がどのような考えでどのような人生を歩んできたのかっていうところに興味がある方にとっては、この本をね、読んでもらえればいいのかなというふうに思います。結構ですね、まあ、読むと、あ、そういったね、人生を歩まれてきたんだなというところで、まあ、自分自身もね、参考にしたいなっていう思えるようなところがね、結構多くあります。
では次はね、節約系というところでいきましょう。左側がね、減速して自由に生きるダウンシフターズという本になりまして、こちらの本はですね、今現在ですね、多くの時間を費やして多分働いている方がたくさんね、いらっしゃると思いますけども、まあそういった中からですね、自分自身の生活費っていうのをね、どんどん下げていって、その中で生活費が下がったんで、そこまで働かなくていいよねっていう形になって、で、その余った時間で、なんかね、自分の好きなことをやって、自由に生きていこうじゃないか、みたいな形の内容になっています。ですからね、働いてね、お金はあるけど時間が全くないみたいな形に、人に関してはですね、こちらの本読まれてみると、ちょっとした気づきがあるのかなというふうに思います。次にね、真ん中の本なんですけども、こちらはですね、年収90万円で東京ハッピーライフという本になりまして、大原恵さんという方が書かれております。こちらの本はですね、多くの方がですね、結構ご紹介されているので、ご存知の方も多いと思いますけども、こちらの本は、まあ東京というですね、日本一物価が高いというか、結構生活にかかるね、お金が高いですね。日本の首都で90万円でね、非常にね、幸せな生活を送っているよという方の本になっています。ですから、自分自身のね、住んでいる部分のところの結構ね、物価が高いという方に関してはね、この本をね、読んでもらえたらちょっとね、気づきがあったりするんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、Kindle Unlimited で0円の本で似たような本がありまして、それがこちらの年収100万円の豊かな節約生活術という本になっています。年収90万円の本もありますし、年収100万円の本もあるよという形でですね、どちらもですね、まあ、少ない年収でありながらですね、まあ、豊かに、楽しそうに、人生に満足している感じでね、生活してらっしゃるというところで、まあ、そういったね、生活、どのような生活で送られているのかっていうところは気になる方に関してはね、読んでみられるといいんじゃなかろうかと思います。では次はね、投資系いきたいと思います。まず左側ですね。株を買うなら最低限知っておきたいファンダメンタル投資の教科書という本になってきます。こちらの本はですね、投資をする上でね、ある程度知っておきたいことっていうのがね、書かれていますので、まあ投資初心者の人で全く投資なんてわかんないし、まあ証券口座の各銘柄のね、分析というかページを見てもね、何を書いてあるのかよくわかんないっていう方に関しては、このファンダメンタル投資の教科書をね、手元に置いて、この教科書を見ながらですね、銘柄とかを見ていくと、結構ね、わかりやすいんじゃなかろうかというふうに思います。まあ、どんどんね、そういうのに爆発踏んでいくと、ある程度わかるようになってきたりするので、まあそうするのがいいのかなというふうに思います。そして真ん中の本ですね、父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教えと、こちらの本はですね、基本的にはインデックス投資の本ということになっています。ただですね、インデックス投資だけに収まる話ではなくてね、まあ貯蓄のこととか、あとはですね、先ほどの節約系の話とちょっと似てますけど、まあ、簡素なライフスタイルとか、そういったところも、まあ、手を入れているというか、そういったところもね、書いてあって、まあ、生活スタイルの見直しから、そして貯蓄をやっていって、そしてインデックス投資もやっていこうよ。そのことによってですね、まあ、会社に縛られずにお金をね、貯めていくことができるよという形で、まあ、会社から自由になることができるんじゃないかろうかという形の本になっていますので、まあ、ファイヤーともね、ちょっと共通する部分がありますので、まあ、そういったところに興味がある方は読まれてみてはいかがかなと思います。では、Kindle Unlimited で0円の本ということなんですけども、それがね、こちらですね、ゾーンという本になります。かつ相場心理学入門ということで、まあ、相場のね、動きに関してですね、心理学というか、その相場にね、参加している人たちがね、どのような、心理的な気持ちで、売り買いをしているのかっていうところをですね、まあ、書かれている本になりまして、で、その中で自分自身はどのようなね、気持ち、モチベーションというか、マインドで投資をしていけばいいのかっていうところがね、書かれている本になります。まあね、結構ね、面白い本ではあるんですけど、長いんですよ。長いので、まあ、結構ね、まあ、投資を最初からやろうかなっていう人がね、最初に読む本としてはね、あんまりお勧めできないかなというふうに思います。ただ、ある程度、まあ、長期投資とかもやってきて、次ですね、短期投資とかもやってみたいなというところで、まあ、チャートの形とか、そういったところも勉強しつつ、で、プラスしてこちらのね、相場心理学入門という本もね、読んでいくと、まあ、面白いんじゃなかろうかなっていうふうに思います。ではね、最後ですね、セミリタイヤ悩み系ということでご紹介していきます。まず左側が暇と退屈の倫理学という本になりまして、こちらの本はですね、まあ、セミリタイヤ後ですね、暇とか退屈になってね、何もすることがなくなったらどうしようかなっていうふうにね、まあ、セミリタイヤする前からそんな悩み持っても意味がないんじゃないかというふうにね、僕自身も思いながらそういった悩みね、あったりするんですけども、まあ、そういったね、悩みを解決するためのね、一助となるような本ということでご紹介しています。こちらの本はですね、
退屈とか暇っていうものに関してね、昔からいろいろな人がですね、様々なアプローチとか、いろいろ様々な考えでですね、いろんな本をね、書いてきたりしているわけですね。それがまあ、哲学の観点から見たものっていうのがあったりするわけなんですけど、そういったものをね、この著者の方がですね、読み解きながらですね、最終的にはこういった結論になるんじゃないかろう、なかろうかっていうところにね、至るという、まあ、ある種の哲学本になってはくるんですけども、まあ、哲学本の中としてはね、非常に読みやすい本なのかなというふうに個人的には思っています。まあ、そこまで難しい言葉もなく、論理がよくわかんないみたいなこともなくですね、わかりやすかったような気がするので、おすすめかなと思います。ただね、やっぱり哲学書という、まあ、分類の中に入ってくるので、まあ、ページ数としてはちょっと多いかなというようなところになってきます。まあ、だから、まあ、時間があるときにね、まとめて読まれたらいいかなと思います。まあ、僕は4、5時間ぐらい、まあ、ずっと読んでましたね。結構読んでみたら面白かったので、4、5時間ずっとぶっ続けて読んでしまったっていうところになってきます。では真ん中ですね。真ん中がしないことリストということで、まあ、セミリタイアしようと思っている方だったり、今現在ですね、やることが多くて悩んでいる方に関してはですね、このしないことリストっていう本を読むと、まあ、自分自身の中での優先順位をつけるための手助けになるんじゃなかろうかというふうに僕自身は思っています。まあ、世の中ですね、いろんなことをしなさいって言われすぎて、そしてね、それによって、なんですかね、プレッシャーみたいなものを感じてしまって、ストレスになってしまう。っていう方はね、多いと思いますので、このしないことリストっていうのを読むことによって、まあ、心がね、少し軽くなるのかなっていうふうに思ったりしています。ですから、そういった、まあ、あれもこれもやらなくちゃいけないって悩んでる方に関しては、このしないことリストを読まれてみるっていうのはいいのかなと思います。ではですね、Kindle Unlimited 0円の本ということで、それはね、なりわいを作るという本になってきます。こちらはですね、副業に関する本になってくるんですけど、まあ、副業というよりかは、サイドビジネスって言った方がわかりやすいのかもしれませんけど、今現在こう結構副業系とかサイドビジネス系っていうと、ネットビジネスとかがね、書かれている本が多いと思うんですが、そういったネットビジネスだけではなくてですね、まあ、リアルな人とのつながりの中で、自分自身の技術とか、まあ、DIY とか、そういったものを利用して、まあ、少しずつのお金を得ていって、そしてね、自分自身が困らない程度にはお金を稼げるような状態にして、働き続けていこうよというような本になってきます。もちろんですね、そんなたくさん働くようなですね、内容の本ではないので、まあ、どっちかというと、稼ぎまくるぜというよりかは、まあ、少し稼いで小さくまとまるといったような内容のね、感じの本になってはくるんですけれども、まあ、セミリタイアして、まあ、その後のね、稼ぎについてね、いろいろ考えている方がいらっしゃればですね、まあ、こういった選択肢もあるんだよというところで、読まれてみてはいかがかなというふうに思います。ということで、まあ、今回ご紹介した本をね、ざっと見ていきたいと思います。ね、これでね、15冊ご紹介したわけなんですけれども、まあ、この中でですね、まあ、自分自身がね、興味あるという本がありましたらね、今、ゴールデンウィーク期間中で10連休の方もいらっしゃると思いますので、時間がありましたら、ぜひ読まれてみてはいかがかなと思います。ではね、最後までご視聴していただきありがとうございました。失礼いたします。